はい、こんにちは。えー、熱帯植物栽培会の杉山です。どうぞよろしくお願いします。今までと場所が違う。すっきり。<laughs> というわけで、今回なんですけど、あのー、もちろんもうちょっと早くやりたかった。やりたかったんだけど、ごめんね。そこは申し訳ない。だけど、今、まだちょっとギリギリ間に合うかな。そして、えっと、秋だとか、春ぐらいに参考にしてほしいこと。今日のテーマ、こちらじゃじゃじゃんほやー、花咲かない けど、なんでみたいな。あ、ここね、ほんと実は大事なことで、ホヤっていうものをもう少し結構ね、今ファン、あの、好きな方がすごく増えてきて、ホヤって花が咲かないんですかとか、どうしたら花が咲くんですかとか、その辺をしっかりと伝えていなかった。で、今起こっているトラブルで一番多いのは、こういったこと。つぼみが、花座がありましたと。つぼみが、こう、このように出てきました。 出てきましたけども、ポロポロって取れちゃうんです。私は咲くと思っていました。やったやっとなんか栽培してきたのが報われるかなと思って咲くと思っていたのに、君はポロポロ落ちていくのかいどうしたらいいんですかっていう質問結構あったんですよ。その時に答えればよかったので、ね、コンテンツをやればよかったんだけど。 できなかった。忙しくて。ごめんね。なので、今回そこをちょっとしっかりやっていって、まあ、来年とか、あの、春とかね。まあ、今時期にもこうやって花咲いてくるやつあるので、そういったことをしっかりと伝えていきたいと思いますんで、どうぞよろしくお願いします。さあ、今回、ほやなんですけど、まずは開花期いつですかっていうところは、春から夏にかけてと、あとは秋に咲くものがあります。これはね、えっ、ー、と、日照に関係していて、あのー、今からぐっと伸びていった時に タイプとこれね。種類によって色々あるんですよ。例えば今あの春先に咲いていたものだと、カルノーサだとか。まあ、あのセルペンスだっていうのは春先にね。結構緩温してる人だとか咲いてたと思います。で、あとは。 えっと、秋とかに咲いてくるのはね、小型のね、えっ、ー、と、タイプが結構咲いてきたりします。で、夏だとか、この暑い時期はね、あレツーサーもね、レツーサーちょっと秋寄りかな、ああ秋寄りだったかなあ。多分そうだったと思う。ちょっと今、う、うろ覚えだった。<laughs> まあ、そんな感じで、一応ね、何タイプかあるんですよ。だから、開花期っていつだですかって言ったら、まあ、春から秋にかけて、まあ、品種、種類によって違うよねっていう、そういうことなんです。で、 まず伸びた枝についてる花座と言われてるねこういったところ花がつくところここからしか花が咲かないのでセルペンスで一番見やすいかなこういう状態これがあるやつは、まあ、また花咲いてくれるまた花咲いてくれるこれまたどん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 花咲いてくれるでもねここを切っちゃうと花咲かなくなっちゃうからそこだけ注意してくださいでつぼみがポロポロ落ちちゃうよねっつってでこれねまず2種類考えられるんですまず1つは 肥料が足りない。 要は花を咲かそうとするんだけどやっぱりダメだっつって頑張ってん花つけたけどやっぱりダメだっつってで肥料が足りないっていうのと花がついたから急いで肥料をやった時に根が傷んじゃってっていうこの2パターンがまずあるこの可能性はすごくあるのでなので、えー、と花がつく前に定期的に肥料をやっているってねお着声がいきなり強いお着声をやったりするんじゃなくて定期的に肥料をやっていると意外と大丈夫だったりする。でもう1つ 一番は、ほぼほぼです。湿度が足りない。えー、っつって。杉山さん、あのー、私は朝晩、歯水をしてます。湿度も50%、60%をなるべく保つように努力してます。それでも湿度足りませんか足りません。 もう、はっきり言います。あの、足らないです。あの、要は、何かっていうと、ホヤの自生しているところの湿度帯は、僕のこの過去動画のベトナムで僕が興奮してる。あの、なんか熱帯より、あんなところにいると思って。で、えー、朝霧とか、夜霧、よ、ね、夜霧。 があのー、悶々になるところだから、夜の湿度を高めているっていうことが、実はすごく重要だったりするんですよ。で、あのー、匂いがしたりするっていうのはなぜかっていうと、ハエが媒介者だから、ハエが来るために甘い香りの匂いがして、で、蜜がついてたりっていうので、え寄ってくるんだよね。だから、 下向きになるって、花が下向きに向いてるよね。これもさ、見ていただいたらわかるとあの、下向きに向いてるよね。あ、本来こういう風に向いてんだ。下向きに向いてるってことは、ね、あの、ここにハエがちょんちょんちょんって甘い蜜がついてて、あの、舐めに来たりっていうことで、下向きにして水がかからないようにっていう風になってると思うんだよね。あの、ほとんどのホヤはね、あの、上向きに咲くやつがごく稀に後輩とかであるけど、まあ、大体斜めだったり下向きに、あの、向きます。ということは、湿度の高い い環境で、あるって思ってて思しいで特に葉っぱに毛があるタイプは湿度が高い環境が好きだと思うから、そういうやつは本当に湿度高めないとダメ。で、じゃあどうやってやればいいのもう無理だよ、うち。カビちゃうよ、杉山さんっつって思った方。あのね、今回、やっぱりね、やり方としては二通りある。一つは、 寄せてしまう。要はね、鉢同士をくっつけてしまって、湿度を高めてあげる。おっさんとおっさん、ごめんね、植物のことおっさんって言って申し訳ないけど、おっさんとおっさんがくっつくと、そこにはなんか、あの、ぬ、ぬめっとした、ぬめっとした、ね。ごめんね。<laughs> 湿度が溜まるよね。そのし、溜まってる湿度が大切なので、その湿度、めちゃめちゃ重要です。だからまずは寄せてあげる。で、それでもどうにも無理だなって。 どうにも無理だなって思ってる時は、どういう風にすればいいかっていうと、今度は、お皿に水を溜めるっていうことが重要です。で、お皿に水を溜めて、その上に、お皿に今水溜まってるよね。その上にこ、こうやって置いてあげる。こうするだけで湿度めちゃめちゃ高くなるから、このような形を作ってて、これは割り箸とかせあの消しゴムでもいいよ、うん。こんなに高くしなくてもいい。水がつかないようにして、 湿度を高めてあげるってやると、花が咲きやすくなると思う。要は、夜に高い湿度を上げてあげることが一番大事なんですよ。そうすると、花がパカッと開いてくるから、そこのポイントだけ覚えていただければ、まあ大事かなと思います。要は、あのー、ね、まとめるよ。 肥料が足りない可能性があるのと、肥料を急いでやっちゃった場合に根が傷んで花がポロポロ落ちる場合がある。このまず2種類が考えられる。そして最後は湿度が足りない可能性。で、あとね、もう1個、すごい薄い理由だけど、 ダニが出ている可能性、ダニがいる場合は花がポロポロって落ちちゃう。これは乾燥しすぎているから湿度を高めることによって、えー、大丈夫になると思う。あの、ホヤっていうのはやっぱり、えー、熱帯にいて、であの水足りなあの、着生しているから肉厚な葉っぱでしょ 水なくても大丈夫だし、乾燥も耐えれるんだけど、花を咲かす、そして次の世代を残すときは、やっぱり湿度高い環境が好きなんだよね。こんな感じの環境。<laughs> はい。なので、あとはね、あの、葉っぱ、あの、光を強くしすぎて、早けしま、早けをしてしまったりだとか、あの、風が強すぎて乾燥してしまってる環境の方は、ちょっとやっぱり咲きにくいかなと思う。あの、外で咲かすっていうよりかは、風がやっぱり、 動いてないっていうのも一つのポイントだと思ってみてください。この今、僕が話した中に何かしらのヒントがあると思う。ねそういう形でホヤをね、あの、来年は咲かせてみよう。じゃあ肥料、あ、あとね、一個言うよ。ひ、あの、ホヤは肥料好きだよ。結構好き。な、だってわかるよね。薄い葉っぱじゃないじゃん。 肉厚じゃん肉厚な葉っぱを作るためにはやっぱり栄養必要だよねということは肥料が好きっていうことを覚えていただいてであのここからね今から頑張って育てていって来年の春に、えー、しっかり花が咲かせれるようにあの湿度を高める努力っていうのを一度やってみてください要はあの水をたくさんやれば湿度が高まるとかではなくて周りの空中湿度を高めるっていうのがあの一番いいと思いますので是非頑張ってみてくださいなので要は隣に コップを置くだけでも、水の入ったコップを置くだけでもちょっとは違うからね。そういう風な形でやってみてください。あの、やっぱりそれぞれの環境があるから絶対こうだとは言い切れないだけど、湿度が足りないっていうのは言い切れる。<laughs> はい、というわけで、今日はこの辺で一旦失礼したいと思います、えー。グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。と、えー、いうわけで一旦失礼します。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。